じゃあ今度は床下からっと入れていきます。だからやっとこう。ですね、ざっと見たところこの家の不思議なところとして、この床下だよね、床下があるあのレベルより、外のあの通風口よりも外のあの土地のレベルが高いんだよね。だからここ床下の基礎がこの床下とかがあるところは窪地なわけよ、全部なわけで、まあ水が入ってくるのはしゃあないということで、もう放置でいいです。で昭和49年以来この地面の下はどうせ変わってねえんだから、まあそれなりに改築はした可能性はあるけど、でも改築よりかは増築に増築のが重なった可能性の方が高いけど、うん、もうずっとこのまま空き家の状態でも立ってたし、俺が買うまでも雨もあり風もあり台風もあり地震だってあったはずなんよね。いや、その地震でもまあへこたれてないっていうことは、湿度調整材を多少入れれば多少はマシになるというわけで、このまま下調整材突っ込みます。もう通風口から水が流れて入ってきちゃっててさ、これダメだわ。
ならんので、もういいんじゃないかな、床下調整材もう入れなくていいと思う。入れるだけ無駄だこれ。本当はあと1センチぐらいで巻くって書いてあるんだけど、ちょっと厚めに巻いて、下に引いてあるゼロライトには水を吸ってもらって、上に残っているゼロライトでなんとか湿気をやってもらおうかななんて思います。
隅にあと1回毎回回って家のリフォームって金銭ポイントだったらそのお金が個数と金銭の分ちゃんと稼げないとダメだよね。まあちょっと多少厚めに巻いたから意味がないかもしれないですけど、それだけね、下がこれ砂なんよね。で、この白いやつね、ちょっとカビなんだ。だからあと3万円ぐらいは床下の湿度調整剤に消えるっていう覚悟をしないとダメですね。はい、じゃあ次こっちはぐっていきましょうか。まあ頑張るか。